京阪グラウンドとはかつて大阪府寝屋川市に存在したスポーツ施設である。京阪電気鉄道によって建設、運営されていた。所在地から寝屋川グラウンドとも呼ばれた。寝屋川球場跡の記念碑京阪電気鉄道は1921年に沿線の豊野村に1万5000坪の土地を入手し、翌1922年1月から、 陸上競技場の建設に着手。同年4月21日に竣工した。400メートルのトラックのほか100メートルの直線コース、200メートルのセパレートコースからなる本格的なものであった。京阪では利用者の利便を図るため、完成に先立って3月23日に臨時駅の運動場前駅を開業している。引き続き5月から野球場とテニスコートに着工し、 8月末に完成した。建設に際しては大阪朝日新聞運動部が協力した。また、11月12日から運動場前駅は常設駅に昇格した。陸上競技場は春行翌日から小ラ落としとして朝日新聞社主催の第3回東西対抗競技大会館最予選大会を開催。その後は陸上競技の他サッカーやラグビーの試合にも 使用された。野球場は大学や実業団の公式戦や練習戦に使用された。1923年11月には日本で最初に結成されたプロ野球団である芝浦協会が実業団の大前野球団と対戦した試合も行われている。1924年からは全国中等学校優勝野球大会大阪大会の会場ともなっている。 しかし、同年に本格的な設備を備えた阪神甲子園球場が完成すると、K 班は球場のあり方を真剣に検討せざるを得なくなった。その中で、K 班グラウンド球場を改装の上で、この年から始まった選抜中等学校野球大会を誘致する計画が持ち上がった。K 班は大会を主催する大阪毎日新聞に、 計画を持ち込んだところ、大米側も乗り気で大いに協力するという反応を得る。京阪は階層の参考として、新京阪線の京都地下線建設に関する調査のために渡米した大林組の技術者に、ヤンキースタジアムなど米国の球場施設の調査を依頼した。帰国した技術者から提供された写真や資料をもとに、大米とも協議して階層の設計図を作成した。 この設計図を見た社長の太田光弘氏や運輸課長は3位を示し、京阪、大枚両者の首脳が正式に会談する運びとなる。大枚側は球場の完成に協力し、完成後は選抜大会を開催することで合意した。さらに、京阪グラウンドにスポーツ指導者の養成施設を設ける将来構想も両者間で示された。しかし、運輸課から春は 降落客の輸送で手一杯であり、新たに車両を増やさなければ責任ある輸送はできない、との見解が示された。本格的な球場への改装についても、運輸本業での建物拡張が竹縄という状況があった。大田社長は、球場整備案と車両建造案とを合わせて役員会に諮ったが、経費の点で反対意見が強く、 球場整備だけでは輸送確保に支障を生じることから、当面拡充整備は見送ることとなった。その後、京阪は新京阪鉄道をはじめとする、鉄道業での過剰投資を回収できないまま、昭和恐慌に見舞われて、その後処理に追われることとなり、改装計画も日の目を見ることはなかった。京阪グラウンドはその後もスポーツ施設として利用された。 1927年11月6日には、春夏の中東学校野球大会の優勝校同士による日本一決定戦の試合が行われている。しかし、中東学校野球選手権大会大阪大会の会場としては1933年が最後となった。その後、利用が低下したことから、太平洋戦争中の1942年6月23日に、 住宅営団に住宅地として売却された。これに伴い、運動場前駅は1943年1月20日に豊野駅に改称された。跡地は住宅地となっている。敷地の一角にあたる寝屋川市八坂町交差点の北東隅に1990年に京阪から寝屋川市に寄贈された寝屋川球場跡の記念碑が建立されている。 大正時代からプロ野球構想を持っていた阪神急行電鉄社長の小林十三は1923年に執筆したと推定される職業野球団打診という文章の中でと記しており電鉄リーグとも言える構想に投球場を使用する形で計班も含まれていたことがわかる。しかしこの小林の構想は宝塚運動協会を成立させるにとどまり 私鉄各社によるリーグは実現しなかった。その後、1936年に、現在のプロ野球が誕生した時期には、京阪は、上記の昭和教皇の後処理からようやく、立ち直ったばかりであった。また、織氏も、従来の多角的な営業方針から運輸一本に、主力多く堅実な営業方針に転換した時期でも、あり、プロ野球には進出しなかった。ありがとうございます。